ヒューズ 369D ヒューズ369はアメリカ合衆国の航空機メーカーヒューズヘリコプターズ社が1965年に開発した単発タービンヘリコプターである。現在は MD ヘリコプターズが生産 MD500 シリーズとして製造している。胴体形状からフライングエッグの愛称でも呼ばれている。軍用は、o、と呼ばれているが民生用との違いは 燃料タンクがセルフシーリングタンクであること、軽基板形状が T 型であること、軍用の装備がなされている以外は、機体性能などはほぼ同一である。日本では、川崎重工業が O-6 のライセンス生産担当会社に決定し、ヒューズ社との間に民間型369の国産化に関する、 技術援助契約を1967年6月29日に締結した。エンジンについては、1966年10月24日に三菱重工業がライセンス国産担当会社に決定している。また、川崎重工は1968年から 369HSO-6J のライセンス生産機の納入を開始し、 1969年3月10日、11機の O-6J が初めて陸上自衛隊に納入されている。民間型の 369D は1978年4月20日に運輸省の形式証明を川崎ヒューズ式 369D があったとして取得した。現在までの369シリーズの生産機数は387機である。本校では、 ヒューズ369シリーズの D 型についての詳細についてもべる。ヒューズ500型ヘリコプターの 369D シリーズは 369H シリーズの改良型である。アリソン式 250C20 バイト型ヒューズ車 369D 教育資料。ありがとうございます。